さあ今回紹介するのは IBF 世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦に出場する IBF スーパーバンタム級第3位岩澤亮介選手です。よろしくお願いします。それこそ高校生の時とか、うん、プロになったばっかの時のあのスタイル、うん、徹底するスタイルがもう超好きだったっす。うわー、長谷川さん帰ってきたと思ってますね。感動しました。感動したっす。震えた。なんか同じ階級云々とか関係なく、もう一ボクシングファンとして震えたっす、ね。うん、ボクシングモバイルの皆さん、岩澤亮介です。11月の19日にアメリカ・ニューヨークで、挑戦者決定戦に、挑戦していきます。必ず倒して勝って日本に帰ってきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。